はい、こんにちは、しばつですと。ということで、今回ね、ご紹介する本、わからない技術ということで、ね、まあ、わからない技術って、まあ、アンガーコントロール、そういうこと言われてますけどね、まあ、あるんですけど、実際ね、精神的な方法としては。そういうのも書いてありますけど、結構心理学的ないろんなことが書いてあります。うん、だからいろんなことで勉強できる本です。確かに怒るのをやめようということだけで聞くんじゃなくて、いろんなことで聞きそうな本です、これ本はね。島津義則さんという人が書いた本ですね、プレスト出版、こんなちっちゃいけど声援する本なんです、この本は。でですね、習慣その1、迷ったら決断しない。私は迷ったことは決断しませんと。無理に決断をしなくても、本当に大事なことであればいずれよしと決断できる時が来ますと言って。私もですね、よく迷います。で、決断はしません。それは私が臆病な人間だからなんですけど、まあ、そういうとこもありますけど、疲れている時から夜、これは決断してはなりません。必ず失敗します。私の人生経験の10年からすると。これは必ず私の場合は、まず間違いなく失敗でした。だから焦ってる時ね。だから怒ってる時。から焼けっぱしになってる時。まあ、捨て鉢とか焼けっぱしとか焼けくそとか言いますけど、そういう時は決断したらダメですよ。決断は穏やかな時、ニコニコ笑ってる時、ね、リラックスしてる時、決断しましょう。ね。だからテレフォンショッピングみたいに、今しかないですよとかね、はい、残りいくつですよとか、もうこのだけのお客さん買いましたよって、ね、あと何分ですみたいな、そういう時は決断して出しちゃダメなんですよ。硬いで失敗する買い物になります、そういう時はね。だから、よくあるのは、今婚活も流行ってますけど、もう29歳、39歳、49歳とかの、要するに曲がり角みたいな人いますよね。25か昔までの感じだったけど、今はそうだからかな。もう例えば37、8ぐらいになると、もう出産とかっていうことがギリギリになってくるのかな。35ぐらいになってくると、わからない。今40いくつの結果、子供娘いますけど、だからまあ慌てるんですよね。特に女性の場合は機嫌ついて、まあ、男もだいぶ機嫌ついてますけど、機嫌つきますね。そういう時は慌てて変なのを使うんじゃうことが多いので、まあじっくり選んでも失敗するのが、まあ男女の中なんで、慌てたらダメですね、余計にね。はい、なことを思います。まあ、それと別として、とにかく迷ったら決断しない、まずこれが大事。習慣に自分の欠点を利用する、欠点ですよね。だから、まあ、欠点というのはイライラのもとになりますということです。で、複数のプロジェクトをね、同時期に始めるとかなりストレスが溜まってきますとね。だいたいこういう時は家庭内でもトラブルが起きるので、なんか子供が不登校になっちゃったとか、夫婦喧嘩とかね、なんか片方の、まあ、なんていうかな、親のなんかその病気の入院とかって、そういうの限ってですよ。そういうの複数プロジェクトで思いっきりストレスかかってて、絶対会社外せないってなった時に限って、そういうことが起きて、また余計怒りが出てきたりなんかするんですけど、こういう時はですね、できるだけ一つのプロジェクトだけ一つだけに集中する。相田光男さんのですね、本に書いてあったんですよ。一時一つことって、一つの時間帯、一つの時には一個だけをやれと、全集中しろと、そこに思いっきり太陽光線をレンズで集めて、あちこちに集中したら髪は燃えませんね、黒い髪。ところが焦点合わせて一点に集めた時、髪が燃え出すんですよ、焼き焦げて。それと同じでですね、一点にかけないと
いろんなことやってもみんな中途半端に終わって空中分解してしまうということですね。これ大変いいことが書いてあります。それからですね、常に最悪の状態を考えておくということです。まあ、例えばまあビビリやということですね。私は昇進でビビレですとこれ書いてますけど、私もビビレなんですよ。だからまあ最悪の場合のことをいつも考えてですね、最高に生きるということを考えてると、まあ、この人はそういうことですね。私は最悪の場合考えないんですけど、誰よりも準備に重きを、出かける前にチェックリストを作るという、まあ、これ簡単ですけど、まあ、いいことですよ。大変ね、これ。私はほとんどのことやらないですけどね。仕事も生活も分相応に、確かにその通り、なんか、まあ、その人そもそも持ち分ってのはあるんですよね。これ人間、悲しいかな嬉しいかな、やっぱりお金持ちになっちゃう人は一回破産してもまた5、6億円儲けた人は5、6億円になるんですよ。1000万円の人は1000万になるし、200万円の人は200万円になるわけです、一回儲けてもね。そのカニの甲羅はないけど、ヤドカリがね、自分の宿る貝選ぶときに自分に合った貝じゃないと引きずるのに重たいし、小さすぎたら入らないしっていうことになる。それから目標はできる限り低く低く設定すると、これいいこと書いてありますよね。やっぱりねこれ大事でしょうね。100万円儲かったらいいなと思ったら、10万円儲けたらもうラッキーって、俺すげえすげえと思えれば幸せですもんね、人間ね。どうしても100万円儲けってなったらかなり厳しいし、もうこんなこと嫌だってなっちゃうから、10万円を10回儲ける方がいいよっていうわけです。だから一人勝ちできる場所を見つける、これは私はすごいですね。自分が勝負できる場所、私自身の実力だって分かってる部分もあるし分かってない部分もあるけど、まあ、大したことないんですよ、はっきり言って、まあいろいろ鉱脈掘れば出てくるものもあるとは思ってますけど、自分なりに、まあ、ちょっと軽い自負として。でもそれはですね、世の中に通すかどうか分かんない部分もあるので分かんないですけど、でもね、自分の得意分野って必ずあって、これだったら負けないよと、これだったらまあ10のトップ10の人を連れてきて集まったら俺は大体悪くても5、6位、7、8位ぐらいに入るよというようなものがあればね、トップ取れなくてもそういうものがあれば勝てるわけです。勝負というかいろんなものにね勝っていけるんですよ。ニッチ、すごい狭いところで一番ニッチなところ、非常にこのレアなところっていうか、狭いところ、ちっちゃいところなら、例えば私将棋弱いんですけど、将棋弱くてもコンピューターのレベルをですねすごい弱いところに持っていけば勝てるんですよそこでは私無敵なんですよね。私も さっき将棋負けたんですけど、2連敗したんですけど、そこは強いんですよ。もうじき初段に近いようなところでやってると負けるんですよ。私は一応パソコンのレベルで言うと今4級っていうのが最高レベルなんで、相手が2級とか3級とか出てくると負けちゃうんですよね、やっぱり。でもまあコツコツやってるんですけど、まあ、自分が勝負できるとこを見つけるということです。皆さんもですね必ずあるはずです、ね、誰でもね勝てるところが必ずあるはずです。どんな方でもここだったら負けないとね、けん玉だったら負けないとか、ヨーヨーだったら負けないもあるし、料理のこういう部分だったら負けないとか、お寺巡りとかそういうところとか、山登りでもいいですし、まあつまらんこともいいですよ、ね、例えばなんていうかな、もう本当にもうお金にならないようなそんなところでも十分です。必ず勝てるところがあります、どんな方でも。1000人いたら1000通り、万人いたら万通り必ずありますから、そういうところで勝つとね。で自分がですね、みんながですね1000人いて一方向に向かったら、私はいつも自分だけ逆方向に行くことが多いんです。昔から子供の頃からそういう人間で、よく集団行動なんかの時に体育の先生とか体育の先生によく叱られてたんですけど、
そういうことよくやってましたね、私。天の弱なんです、すごく私自身が。なぜかというと、私、集団行動大嫌いで、本当に今、運動会ですけど、運動会でやるような、ああいうお遊戯みたいなの大嫌いで、保育園の時から。私ね、まあ、ちょっと早めに切り上げますけど、保育園をね、もうそういうのが嫌でね、脱走したことが何回もあるんですよ。吉松くんいないって。で、近所の家の仲の良かったおばちゃんのとこの犬と一緒にね、遊んでたりする庭で、私そこでよくやってましたよ。私、保育園、幼稚園の、幼稚園の園長さんのところに、白いちっちゃい、昔で言う、プードルみたいな可愛らしい犬がいて、白い犬がね。で、私それがね、結構好きでね、たまに行き帰り遊んでたんですけど、でそれ私幼稚園脱走したって結局エイズさんのところの庭に入ってってその犬と遊んでたことがありましたよ。今ちょうど思い出したけどフラッシュバックして、あれ結局集団行動が私嫌だったんで、とことん私あの頃から嫌なんですよ、集団行動するってことが、ちょっと私だから非人、非人というか奇人、変わった人、怪奇なる人物、奇人変人だと私は自分で思ってます。はい。だから第9、理想主義や完璧主義やめる。私はこれはやってません。理想的なもんじゃないです。完璧主義やめてます。人生はですね、やりっぱなしのとっちらかしで行くつもりです。はい。ね。別に、それで十分と。後始末誰かやってくれると思いますんでね。私はそれで行くつもりしてます。はい。まあ、ある程度は、配慮もそれは確かにあれ、まあ、恥ずかしいものは処分しておきますけどね、まあとっちゃかしていいです、やりっぱなしです、やりっぱなしで走りっぱなしで、そんでまあ違う星に転生するということで私人生決めてますので、ね、ということです。まあ長くなるんでこれまで切り上げますけど、この本はですね、心理学的にいいことがいっぱい書いてます。ただ怒らないだけじゃなくって、だから皆さんね、赤い本で短いすぐ読める本でいい本ですのでね、ぜひ読んでください。で、はい、ではそうですか、また次回ねお会いしましょう。